人間と向き合えるようになったら、ケイも一人前のケア人だ。ケア人？ケアする人間。介護福祉士って言うと堅苦しいじゃん。人を困らせる。新人介護福祉士の大森ケイ。お年寄りのペースに合わせるって結構きついっすね。思い通りにいかず悩む日々が続いていた。なんか自分の内が分からないみたいなんですよ。親切にしてくれてありがとうね。おはようございます。ある日、認知症の老婦人恵子と出会い、施設に受け入れることに。見守りが重要になるから、担当の恵は特に注意しろ。恵子先生、こっちも人間なら向こうも人間。感情もあればプライドもある。大丈夫ですか？仕事一筋だった光彦は、母親の代わりように戸惑うばかり。管理は介護じゃないって言っておいて、結果これですか？僕が悪いんです。悪いのは僕なんです。迷った日をそっと照らしてくれた。大森圭です。大森圭、はい、認知症になったからっておしまいにしたくないんです。支えられ、共に歩む深い愛情の物語。ケア人、あなたでよかった。